ちょっと今日の企画の方に行きますか。はい、行っちゃいますか。皆さん企画、まあ皆さんね、今回もまたアンケートいろいろとご協力いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。約100名ぐらいの方がアンケートに答えてくれたの。ほ、毎回毎回私たち最近アンケートやってるじゃないですか。やってますね。今回はめちゃくちゃ回答率が良くて、ありがとうございます。みんなが参加してくれるっていうのはありがたいなって思ってますね。じゃあ八木さんね、1個目のお題からちょっと私眼鏡かけますね。はい、1個目のお題です。このお題が決まったのは、若干清水エスパルス寄りない気持ちがある。いや、そうでしょ。あのネタ会議の時の負のオーラがすごかったっす。もうすごい辛いんだけど、何とかしてよ、もう本当嫌なんだけどっていうのが始まりで、はい、サポーター的辛い時の気分転換方法を教えてください。皆さん教えていただきましょう。いろいろ本当は知りたくないんですよ。まあ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 、ね、ないですけど、早速ね、エスパルス、ティアーズさん、悲しい歌を聴く。浸るんだ、ね、浸るんだ。いや、失恋の時のやつなんだ。分かる分かる。あれでしょ、 HY 聴く。 HY なぁ、聴いたなぁ。言葉にできない。またエスパルス、小田栗さん、はい、とにかく筋トレで汗を流します。おー、いやいや、前向きだ。筋肉を裏切らないと、わかります。完全に筋肉のやつですね。筋肉のやつね。君、監督さん、はい、チームが、残像してるときは、あとは幸せなことだなと自分に言い聞かせる。まあ、チームがいい。存続っていうかね、あることがね。負けるのもチームがあるおかげ。なるほど。うわ、もうなんか仏様。仏のね、やつよ。仏のやつ。ライオンさん、はい、エスパルスが勝てなくて落ち込んだ時は息子のサッカー観戦。あ、息子。いや、いいよね。いい。で、気持ちを切り替えます。子供が点決めた時は嫌な気持ちでも綺麗に吹っ飛びます。いや、めっちゃいいわ。夢よね、それ。夢。みかんさん、にっしーさん似てますね。うん、ポケモン、みかんさん、ポケモンの昔のソフト、ブラックホワイトあたりをやって家に引っ越す。すごい昔の良かった頃のゲームをやってね。そう、ミッシーさんもゲームで相手を、弱くしてボコボコ。いやいや、ウィーとかでしょ。分かる。あのね、桃鉄なのよ。桃鉄、豆鬼にしてこっちは100億ぐらいですよ。分かる。ガブのタカさん、SNS を見ない。ああ、見ないね。見ないね。見ない、見ない。ダメなんだよ、SNS 病だからさ、見ちゃうんだよな。チカコさん、私はビールが好きなので、飲んで心を清めます。ああ、チカコさん、ビール飲んでるな。そうそうそう。いや、飲むの、結構ね、飲むは多いよ。そう、チョモちゃんも飲む、食べる、そして飲む、さらに飲む。もうチョモはしょうがないけど、こうやって飲んでるからさ。会社の社員みたいな。そうだね。週末ランナーさんはやっぱランナーさんなんだね。ランニングするとか、長風呂だって。わかります。で、シグネーちゃん、今日ね、初めて来てくれてます。シグネーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。焼け酒と美味しいものを食べる。ああ、これわかるよね。いや、それしか勝たんよ。それしか勝たんよね。焼け食いはね、吉野さんもね、出してるし、ユンタさんもお酒飲むって言ってるし。あ、きょうちゃん、面白い。あのお寺巡りするって。おお、パワースポット的な。でもさ、清める的な、ね。そう、アウェイって負けると必ず城見て帰ってくるみたいな時あって私。ああ。じゃあそれ勝ったら見ないの？勝っても見る。勝っても見る。じゃあ見るじゃん。まあね、見るんだけどね。ごめん、マミーポコちゃんのやつ。私ヨーロッパの城が好きなんで、この人いったらどこまで試合見に行ってんの。ウニちゃん。ウニだ。寝る、ひたすら寝る、死ぬほど寝るみたいなこと書いてありますね。そうなんだよ、体力寝るのも体力必要なんだよね。起きちゃうんですか。起きちゃう。そう。じゃあね、次、川越パルさん。はい、川越さん。紙チケットの時は負けると購入店舗を変えていた。ああ。負けが多くて買う店がなくなりました。この考えなかったな。そして岩手グルジャ盛岡サポーターモッチーさん、はい、自決出場時代っていうんですかね、はい、毎回1次リーグサポは泊まり込みで応援遠征をしていました。大抵勝っても負けても毎晩遠征先で連日の反省会かっこ飲み会で気分転換してました。あ、飲み会ですよね。そう、みんなで気持ちをね分かっちゃうと少し気持ちが楽になるね、はい、これいいですね。風太さん、エスパルスサポーター、はい、見て見ぬふり、その
その週は何もなかった。うん。そうだよね。何かあったっけ記憶がとか。遠征してたらもうそれ旅行だしみたいな。そうだね。そうだね。旅行に行ったら旅行に行ったら、ね。わかるわかる。さあ、そしてスラッシュさんまたエスパーサポーターなんですね。タゴの月さんの甘いものを大量摂取します。あ、今秋葉原でタゴの月さんお店開いてますからね、駅の中で買ってください。はい、ということでいろんな方のコメントというかね、いただきました。いただきました。さあ皆さんなんか参考になるのありましたら、どうなんかあった参考になる。飲んで城見て食べて寝ろでしょ。まとめると。そうそうそう、城見て食べて寝る。寝ろ、寝て運動して長風呂入れ。うん、城まで走ってそこで食べて食って寝て、食べて食って寝て城で寝る、かっこいいな、筋トレ。これですね、これが忙しい最適解出ましたね。もうあちかちゃんまとめてくれました。いろんな気分転換方法ありますねって。そうだよね、そうそうなんですよ、ということでして、ありがとうございます。ありがとうございます。次はですね、サポーター的辛い時にやってしまった機構を教えてください。はい、でも俺なんだろうな、川崎の公園から動けなくなったことあったな。2019年絶望して、はい、友達4人で見てたんですよ。で僕らああ自分で負けちゃったなと思ってて、で3人でああゲージかわいそうだなって、ゲージが本当に立てなくなっちゃって、お男4人で来てるのにごめん先帰ってって言われて、そう俺もう立てねえって。で俺らはもう仲悪いんで、あじゃあお疲れ。あん時帰り早かったよね。一緒早かった。分かったじゃあね。ね、佐藤さんが、佐藤二世さんね。佐藤さん。どんな気候か聞こう。いいですね。佐藤さんいいね。マグさんがね、佐藤さん。冬田さんね、佐藤さんなんか言ってます。いいですね。ありがとうありがとう。桜姫さん。エスパサポート、エスパと横浜市のサポートさんですね。オンラインゲームでなぜかたくさん課金してしまったんです。ああ。絶対あるよね。そして、ジビロ岩田サポーターウーニャさん、飛行は今のところないけど、その日の夢で うなされたことはあります。あめちゃめちゃに負けたんだろう、夢の中で攻撃されたんだろうね。素晴らしい。そして、エスパサポーターパルサワさん、大敗棄して大雨の中落ち込みながらバス待ち、かっこ選手バスじゃないですよ、してたら、時刻表を見たらだいぶ時間があるので、次のバス停まで歩いて、まだ大丈夫、次のバス停までと繰り返してたら家に着いてしまった。ちなみに2時間ぐらいかかりました。ってことでね、このめちゃめちゃ歩いてる人多かったの、ケムケムさんもね、ホームで大敗した際徒歩で帰宅、かっこ2時間ぐらいかかった。あ、ね、ベガルタ仙台&マイナビ仙台レディースを応援してるナウヒーローさん、当時ベガルタ仙台レディースのホーム戦で行きがけ実家の親とちょっと揉めながら宮城スタジアムに車で送ってもらった試合、配線ショックも重ね JR 地下鉄バスで遠回りして帰宅しても徒歩で帰宅しても結局同じ時間に、実家に着くと知った瞬間、実家まで田舎道参道込み2時間半以上徒歩で帰宅。おもうさ、サポーターって偉いよね。いや、みんな負けてさ苦しいのにまたそこに首を重ねるってすごくない？そうだから、そのなんか痛いとこあったら横つねるみたいなことなんだよ。ちょっと待って、すごい地獄。そう、はい、秋田の花ちゃん、花ちゃんお久しぶりです。負けた帰りの高速のサービスエリアでお通夜状態でご飯食べてる選手たちに遭遇したことがあるよ。やばい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 。いやこれ花ちゃん絶対見たくないね。俺多分次のパーティング行きますわ。シードキサボとは中さん、中3さん、はい、しょんぼりしてチャリで帰り、気づくと家近く、かっこ距離約15キロ、道中全く何も覚えてない。熱血広告屋さん、はい、ぼっちへ飲みすぎて15分ぐらいで歩いて帰れる自宅を全く違う方向へ何度も歩き、2時間以上かけて歩いて帰った。あ15分を2時間っていうね。歩くのもあるけどさ、レレレちゃん、この方も初めてです、ありがとうございます。レッツです、初めまして。甲府戦の試合の後帰宅してから友達と5時間ぐらいカラオケ行った。いやいいっすね、歌うのありだよね。いいっすね、歌うのありっす、気持ちいいっすよね。またね、気持ちいいよ ね、 なかなか勝てなくて、なんか帰りたくなくなって、うん、そこで一夜を明かした。ハムリンさん。一夜明かした。ルークさん素敵だよ。勝つまで好きなもの食べ続けたらって。食べないじゃない。あ食べないだね、うん。食べない。好きなものを食べない、ね。バラ肉、豚バラ肉か。豚バラ肉3キロひたすら
なんて書いてある？字も読めない。チャーシュー作り。シズパルちゃんがチャーシュー作ってくれます。ありがとうございます。いやでも負けたら作るんですよ。作んなくていいです。10年ぐらい前、弱いチームに対して危機感を募らせていた頃、職場の先輩にエスパルス大丈夫？と半笑いで聞かれて思わずブチ切れ、お前とは口を聞きたくないと喧嘩を売ってしまった、あの時はごめんなさい。許す。エスパルスの南さんが言ってます。負け試合ずれたので悔しかったので、ちょっと高いカメラレンズ買いました。ああ、なるほど。皆さん、買った経験あるんじゃないですか。そうね、よく買ったもなかったっけ、どっかにね。わかる、なんかもうこの気持ちを発散するためには、ポチッとするしかない。ああ、確かにね。そうそうそう、それも痛みよ。はい、やっぱ筋肉はね裏切らないから、おばちゃんはパルキスさんを覚えててくれましたけど、22シーズンまでとおばちゃん筋トレしてたんですよ。最後何回になったと思う？260回とか280回。もう嫌になっちゃった、もう嫌になっちゃった。今年やってない。俺びっくりした、この間負けたからって言ってて、おばちゃんが、うん、そう、俺がここローでそうそうそう、カランコロかなって入ったら、おばちゃんがプランクしてプル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 してる。でマスター切れてここバーだぞバープランクや、ここバーだぞって言ってんのに、おばちゃんがプランクしてるプルプルしてる。入り口のところでやってたから。いや、客逃げるわ。あとプランクだけだからって。あ、全部終わったんだ。筋トレ、腕立てやったんだよね。すげえ、アンディさん上手。はい、プランクバー。皆さん、プランクバーローです。よろしくお願いします。お願いします。みんなね、週末土曜日はここでね。プランクで。みんなでね、はい、いい筋肉は裏切らない。はい筋肉禁止って聞いたことない。と、国沢さん、他企業、愛知県新庄市の山奥にあります。やばくない？ガチじゃん。安倍の生命で検索。すごい、他企業行くの？違う、待って、ポタリンさんも他企業してたよ。してたかも。うん、ポタリンさんこそ筋肉じゃん。ポタリンさんさっき来てるよ。ポタリンさん来てるよ。来てる。ポタリンさん、あのバーローネット筋肉禁止らしいんで、はい、小谷さん気をつけてください。はい、プランクだけできます。ローデットのりがプロテイン中心に。焼酎プロテイン割りお願いします。筋肉バー。いやー、浦和さんいいですね。ダメだ。ダマスはいい。ダマスはやる。サガントスイガキンさん。ほう。息子にサッカースパルタ指導。うわー、イガキンちゃんのスパルタかー。めっちゃきつそう。もうなんかもう、ぶつけてるじゃん。もうね、ストレスを。あの鉛でね、どうしたっちゃよ。そんな多分可愛くない。それ煽る方じゃん。10の水地さん、スチームの自虐ネタを取り入れた替え歌を作る。もう SNS で替え歌歌詞を載せたこともあります。すごいな。気になるの。聞いてみたい。もうマスター、プロテイン入れないよ。もういい加減、プロテインは裏メニューとか来ましたよ。ちょっと待ってください。あ、ポタリさんプランク入ってます。ごめん、5分プランク入ってます。入ってください。、はい、マキックマさん、ジェフチバとボンズ、ね、はい、のサポーターさんですね。順位表を逆さまに見る。ジェフ2位、ジェフは2位ですっていうね。あ、そして3つ目ですよ。おー、行きましょう。3つ目行きましょう。感染にまつわる面白いエピソードを教えてください。例題、松本山雅で試合を見ていた後、飲みすぎて2駅先のホテルに帰るつもりが、起きたら甲府にいた。誰のことでしょう。かな、手を挙げて。あれ、めっちゃビビったよね。ビビったのよ。実はなんす、松本にホテルが取れなくて、はい、松本ホテルいっぱいやんけっつって岡谷に取ったのね。はいはい、で勝った後に、まあ、一人で飲みに行って、駅前の立ち飲みに、ね、そこに、で飲んでたら、まあ、楽しくなっちゃって、道行くサポーター全員に声かけて、全員というかね、声かけて入れっつって、いやもう陽気だな。で一緒に飲んでたら、まあ、終電になっちゃって、あ、もうこれ帰んなきゃって。終電なんじゃ。で岡谷駅に向かってる途中に、まあ、僕らね Vlog とか撮ってるんで、まあ、撮った今日の動画をねこうやって見て、楽しかったなって言ってニヤニヤしながら、そしたらいつの間にかふって寝落ちして、パッと起きたら確実にも感覚で分かるわけです。あ、俺やったなと。ですぐ降りるじゃないですか。降りてパッて見たら武田さん。
新元子の前写真撮りましたよ。私の、まあ、奥様。ああ、奥様、はいはいはい。じゃあ仕事行ってくるね。土曜日の仕事ですよと言い張って、はいはいはい。スーツ着て出てたはいはい。その5分後にはコンビニでスパルスの格好になったわけです。なるほどね。スーパーマンみたいな。スパルスが。早いよ。早い。で、僕らあの試合終わった後、まあ2、3分の試合ごっこがあるんですけど。はいはい、ありますね。で、僕がね、いつかね、奥さんのなんかアカウントで、たわごとチャンネルを見ちゃったせいで、あの僕が仕事行ってる僕がスタジアムで泣いてる映像が奥さんにバレてそこからですね、僕が月に1回しかサッカー行けなくなったの。謎だよ。だダゾーンに抜かれるとかならまだ分かるけどさ、はい、自分の YouTube でバレるってバカすぎるしかもちゃんと通知が飛んできたおすすめいやもう携帯にふって出てくるじゃないですか。タワゴトチャンネル、ヤギッチ、敗戦を語るみたいなのが出てきちゃう。はい、負けたし、はい、バレるし。負けたし、バレるし。はい、じゃあみんなのとこ呼んでいきましょうか。はい、おむつさん来てます。おむつ。スタジアムによく会ってた人が、仕事で職場に来て、リバでした。しかもタワゴトつながり。すいません。すいません。本当に準メンバー。準レギュラーなんでね、パンちゃんはね、よく僕と一緒にヤマハスタジアムで映ってるんでね。はい、そうね、去年のダービーだって、私と相撲取ってましたね。相撲取りましたね。みんなタワゴトチャンネル登録して見てみてください、ね。僕らダービーの試合だけめっちゃ張り切るんでね。そうね、Vlog も。パキパキに行きますよね。エスパス・ジョノクさん、水曜ナイターアウェイなのにホームと勘違い、当日券で入ろうと清水駅まで行ってしまいアウェイだったとき、やばくないか。でも案外あるあるなんだよね。どこ線だろうね。よるよね、それにね。ケムケムさん、はい、エコパ開催の清水対浦和戦、伝説ですね。はい、サグロを堪能しろともつ煮カレーを注文したときスプーンが切れてしまったので、箸でいいですかと言われた。質問です。これがアウェイのセネガーやばいよな。これが清水のやり方。で、箸で行ったんですか。いやもうストローじゃなかった。確かにね。ストローつけますかじゃなかったよね。のむちゃんさん。うん。試合当日の朝、同社もアウェー戦に行きたくなり、無理くり打ち合わせ時間を調整し、半休取って移動&観戦。翌日、粗品のふりで、滞在先からリモートワークをしていたら、ダゾールしっかり抜かれており、打ち合わせのためにツッコミを打った。わかるー媒体違うけどな。気持ちわかるーこっち YouTube あっちだぞ。気持ちが自爆。自爆、自爆、完全自爆だ。おもちゃんさん。この後飲み行きましょう。ありがとうございます。行くんだ。久保山さん、清水サポーターです。うん、マチコンで振った女性に、東京ドーム、各 AC ミラン戦で偶然再会し、それきっかけで付き合った。振ったのに振ったのに、えスタジアムの運命の出会いって羨ましいです。翔吾さん。翔吾さん。翔吾。ゲーフラの翔吾と言っておきながら、うん、新幹線のホームにゲーフラを忘れた。やばい。はーい。豊橋で気づき、静岡で失敗しました。マジ？どこに置き忘れたか分からず、一度解説を出ることになりました。お金かかるやん。余分に往復分の新幹線代を払いました。最終的に駅の窓口に届けられていて、見つかってよかったです。よかったね。駅員さんへの問い合わせた際の、説明がむずい。いや、むずいよな。なんかこう、棒で、布があって、なんかこう、ゲートみたいので、笑おうって言ってるんですけど。これです写真って最後に見せてね。勝ちロコしようぜ、勝ちロコとは。豊橋ですけど、みたいな。大変だよね、それ、ね。清水エスパス、一個もんさん、焼酎が好きなのかな特にないけど、隣の若い女性のサポの方と得点後ハイタッチをしたことが、密かに嬉しかったです。あ、かわいい。かっこスケベですいません、わかる。プール入ったらさ、前のおじちゃんが私のほっぺにチューしたことあるよ。勇気ある。今この人なんて言った？唇取れちゃう、唇取れちゃう。あとで、岩田の体育館のラコエル。ヤマハスタジアムや。そう、あこのラコエル。
遠いわ。いや、そうやな。プライオリッツ、花さん。花さん、うん。観戦というか、ボランティアスタッフとして会場のボラ控え室でお弁当を食べていたとき、対戦相手選手がロッカー室と間違えて入ってきたことがある。過去、ボラ控え室は相手チームベンチのすぐ後ろ。ボラ室の隣という位置関係。お互い固まって、相手選手は何もなかったかのように戸を閉めていました。大人だね。大人だね。ガラガラ。大人の対応だね。ガラガラ。ペルイスさん。ペルシさん、広島、群馬、長野のサポーターですね。広島で観戦した翌朝、平和記念公園のベンチに座って朝ごはんを食べていたら、修学旅行らしき小学生たちにいきなり英語で話しかけられた。かっこ私は両親とも日本人です。めっちゃ恥ずいよ。やばいこと言ってる。マミーが言ってますよ、ね、キスのことですね。歯が溶けちゃう。あいつやってますよ。あいつ今ケラケラ笑ってますよ。今からローデット来い。話をしよう。本当おばちゃんコーラじゃないんだからね。僕はコーラね。ボントロさんエスパーサポーターですね。はい、家族のユニとか応援グッズと弁当などが入ったカバンをアウェイのスタジアムに行く途中の電車の中に。ああ、そうだね。はい、チケットは、嫁が持っていたので子供と先に行ってもらい、終点の 駅まで受け取りに行くことに。キックオフに間に合わなかったことは分かっていたが、開始早々に失点しているとは思わなかった。最終的にはボロ負けでした。もう入った時にもう点入ってるやつ。もう苦しいよね。パフェさんと去年のアウェイガンバスへ一緒にいた友達がレンタサイクルで借りた自転車を、路中していた車にぶつけたのは懐かしい。やばいじゃん。やばいじゃない。この顔も違うってこれ。やばいやつだよこれ。路中なのよ。全員悪人じゃん。いい思い出だね。その顔文字でごまかされねえと。おもろいな。たもつさん、大宮サポーターね。はい。その昔、待機列で並んでいるとき、腹が減った上で宅配ピザを頼んだらスタジアムまで持ってきてくれた。その後も数回頼んだ。もうさ、すごくないこれ。そんなことできる。でも国立であるよね。ね、すごい。国立で頼むと来てくれる。これ青山のんでと来てくれるよね。へえ。へえ、おもろ。じゃあピザーラさんがピザでーす。ちゃんと来てくれる、ね。へえ、すごい。みんなでさ、いろんなピザ屋集めたよね。ドミノとかさ。ピザ屋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 。みんなでいろんなピザ屋。ピザ屋。ピザ屋。俺またやっちゃった？やっちゃった。おっちょこケーキ出た。おっちょこチョコジローだった。うるさ。はい、ということで、ね、皆さんにコメントいただきました。ありがとうございます。もうありがとう、みんな癒してくれて。いやもうね、いろんなピザ屋がありますね。みんなでピザ屋やろうぜ。ピザ屋いいよ。スタグルへの反逆行為。宅配ピザやるタイプ。宅配ピザ来るんだとかね。いいな、デリバリー。ピザ屋がみんな見てるよ。ピザ屋。ピザ屋。ピザ屋。うちのここにいる人たちもみんなピザ屋。ピザ屋お届けでしょ。